中九州久保田、営業企画部営業企画課の大竹と申します。よろしくお願いいたします。まず、初めにですね、弊社がどのような会社なのかを簡単に説明させていただきます。皆様は、一度は聞いたことがあるとは思いますけど、農業機械メーカーの久保田、株式会社久保田があります。その株式会社久保田が開発製造した農業機械を実際にですね、お客様の方へ販売、そしてその後のアフターフォローをしているのが中九州久保田の会社になります。弊社の本社はですね、熊本県と大分県のほぼ真ん中である熊本県菊池郡大津町に構えています。日本農業とともにですね、機械化、省力化、生産性向上に向けた挑戦の歴史を刻んでですね、平成28年には創立50周年を迎えることができました。弊社のですね、活動担当エリアとしまして、熊本県大分県になります。県北から県南まで農業が盛んな地域に営業所が点在しております。現在ですね、営業所41拠点、サービスセンター9拠点、社員数約350名で活動をしております。その中、新規事業で株式会社熊本玄米研究所、農業生産法人株式会社阿部中九州がグループ会社として事業展開をしています。農村、農業を活性化したいということから、米の消費量の減少と耕作放棄地が増え続ける現状を憂い、米の消費拡大を図るために、生産、加工、販売といった、6次産業化の取り組みを始めました。で、今回ですね、事例発表としましては、農業法人株式会社阿部中九州で生産している新規需要米、みずほ力の栽培と加工販売での熊本玄米研究所での取り組みをお話しさせていただきたいと思います。玄米ペースト用水干し殻の栽培記録ということで、令和元年からですね、4年間の栽培記録になります。弊社がですね、作付けしている圃場は熊本県菊池市局市という地域になります。地域の特性としましてはですね、菊池渓谷や阿蘇の伏流水が湧く豊かな水とですね、栄養豊かな土壌環境の中、約2ヘクタール6画ですね、で栽培に取り組んでおります。弊社ではですね、5月上旬から6月上旬までに田植えをして、11月上旬に収穫作業が基本のメインスケジュールになります。弊社はですね、農業機械の販売がメインなので、田植え作業や収穫作業、また管理作業に関してはですね、お客様向けでの新型機械の実践会などを絡ませてですね、利用をしております。まず生産のことに発表したいと思います。まずタイトルですね、水干し殻の栽培面での特徴といったことで、先ほどですね、特性の方は説明があったので、簡単に説明させていただきます。極晩成といったところと、倒伏しにくいといったところと、白剥がれ病に弱いといったところと、除草剤とかがですね、特定されていますので、ちょっと栽培にはですね、気をつけて、しないといけないかなといった形で取り組んでおります。で、続きまして、栽培の方にですね、令和元年度タイトルとしまして、準備不足と情報不足といったところで、初年度がですね、収穫量が 6.6 トン、単収がですね、366キロと、約6票ということになりました。単収がですね、低いとなっているんですけど、要因がですね、大きく2つあったと考えております。まず1つ目ですね、弊社がですね、農業法人を差し上げて、約10年ぐらい経つんですけど、この熊本県菊池市と局市の方に作付けしたのが、ちょうど令和元年になりまして、借り上げ等にですね、賃貸ですね、の方にちょっと手続きの方にちょっと思ったほど時間がかかったためですね、田植え準備が遅れてですね、通常適期である6月上旬にですね、田植えができなかったといったことがですね、ありまして、これによりですね、出荷は、9月にずれ込んでですね、11月上旬になっても早熟ができないもみが、かなり見られたといったところですね。もう一つ目はですね、通称ジャンボ単位紙ですね、
の生息数が予想以上に多くて、田植え直後からですね、食害を受けたことといったところでですね、まあ、田植えした後からでもですね、ジャンボ台紙の発生をかなり確認していたといったところになります。これは図の方がですね、丸一の方が初年度ですね、台紙の被害の状況になります。で、丸二の方がですね、1ヶ月後の状況ところと、丸さんが出後約2ヶ月後の当時状況になるといったところですね。3分の1程度は重みの方は選手が青いままといったところで、まあ、収穫作業を接種したという形になります。で、まあ、2年目ですね、タイトルとしましては、自然災害と病害中といったところでですね、収穫量は 6.9 トン、前年比としてはですね、プラスの344キロといったところで、単種としましては単当たり385となりました。2年目はですね、前年の反省を生かして田植え時期をですね、20日ほど早く行いましたが、圃場のですね、金平がなかなかちょっとうまくいかなかったために、水管理がですね、非常にちょっと苦戦したことをちょっと今でも覚えております。で、田植えをですね、まあ、始めたことで、前年よりか出後は10日ほどですね、早まって当時も順調に進んだんですけど、あと収穫時期もですね、7日ぐらい早くしたんですけど、まあ、単種は前年よりかわずか上回る385キロと単種ですね、になったと なりました。まあ、その7月上旬にですね、集中豪雨等がありまして、まあ、水田のすぐ上がですね、ちょっと山肌になっておりまして、それが崩れてですね、用水路にちょっと土砂が流出したこととかがですね、あり、まあ、またそれによってですね、病害虫がちょっと少し発生したことといったところと、まあ、運河の方もですね、ちょっと非常に多かったといったところが2年目になっています。これが丸1万のですね、土砂が流出した状況の写真になります。で、丸には白葉病の状況ですね、結構これ広がっているというところなんですけど、まあ、圃場が谷筋にですね、面していたので、風が当たられている部分からですね、白葉病が発生して、まあまあ、発生した後はですね、なかなか対策が取れなかったので、まあ、最終的にはもうこのようにものすごく大きくですね、広がってしまったというところになっています。で、丸さんですね、これ文化被害になります。まあ、この年からですね、ちょうど飛来数が多くてですね、まあ、周辺のですね、プロの農家さんの補助もですね、かなり、広がっていたということもあったんですけど、かなりですね、ちょっと、まあ、ショック受けるぐらいちょっと非常にですね、ちょっと被害が広がってしまったというようなことになります。で、このマリオン版はですね、まあ、病害虫を受けなかった場所のこれになるんですけど、まあ、それはですね、順調に早熟してですね、収穫時期2番前年のようにですね、青いもみはですね、ほとんど見られない状況で収穫作業が行うことができました。で、この3年目ですね、対象としましては再びの自然災害といったところですね、収穫量は 9.8 トン、まあ、この年からですね、ちょっと大幅にちょっと改善できてですね、収量がちょっと上がってきたという形になります。その単種としましては単当たり547キロといったことになります。まあ、2年目よりもですね、3年目はですね、また田植えもですね、ちょっと早くできてですね、質問もですね、2日早くなりまして、収穫時期に関しましてはですね、前年より遅い質問は70日後になっているんですけど、まあ、これはちょっとうちのですね、実演会とかそういった作業によるものでありまして、まあ、当時はですね、極めて順調だったので、前年を大きく回る9本の短縮を上げることができたかなと思います。まあ、ただですね、前年までの対策が十分でなかったので、ジャンボタニシやですね、冷えがかなりやはり増えました。また昨年に続きですね、また集中豪雨により土砂の流出がありまして、また一部の水田ではですね、鶏飯が崩れる等のですね、被害がありですね、なかなかちょっと作業が思うようにはですね、いかなかったっていったところがですね、3年目になります。これも毎日がですね、これもまたジャンボタニシの状況になります。まあ、水の深いところはですね、ほとんど食害を受けたという形になります。まあ、2番は冷えですね、まあ、もちろんこれもちょっと多発してしまったんですけど、まあ、先ほどちょっと説明があったと思うんですけど、
まあ、前年に残ったあの種がですね、落ちてそのままそれがあの発生したというふうに考えています。でこの丸さんですね、これがあの再びというところで土砂流出といったところですね、これに関してはどうしてもあの防ぎようがないということになります。で丸4ですね、これはちょっとあのこれも特別なちょっと災害だったんですけど、まあ、経営派がですね、谷川にあの全て落ちたって崩壊してしまったっていう集中豪雨の、 あの影響でですね、これでですね、やっぱり水が溜められない状態になったんですけど、まあ、あの応急的にですね、波板等をですね、設置して、まあ、なんとか、収穫まで、行けたかなといった形になります。で、丸5の方ですね、72日後になります。で4年目ですね、体重としましては、まあ、4年越しの決壊といったところで、収穫量が 9.7 トン、これは前年に比べるとですね、マイナス118キロになるんですけど、まあ、単種は540キロといった結果に、なりました。まあ、4年目もですね、前年と同じ日に田植えを行いですね、質問も前年と変わらず、収穫はですね、まあ、前年よりも4日、今度は早くですね、行って、出庫60日後にですね、行うことができました。終了はですね、先ほど言いましたけど、あの休業と なりましたのでですね、まあ、前年の経験を踏ましてですね、適期防除を行ったというところがですね、今回 その収穫の方につながったかなと思っております。でこの丸一番がですね、なかなか根絶することができないというところで、局部的にですね、冷えの発生がありですね、これも年々ちょっと増えてきて、ものすごく課題かなと思っているところではあります。で丸2番はですね、今まで冷えとかにですね、悩んでたんですけど、今度は開発リグサですね、これもなんかちょっと発生してですね、これもちょっとすごい増えてきたんで、まあ、今後のちょっと栽培の課題かなというふうに思っています。で丸3ですね、これ長子の漆ですね、まあ、3年目からですね、なんか非常になんか、あんまりこう慣れない雑草がいっぱい出てきたっていうところですね、まあ、私たちもその、まあ、もともと機械屋の中心の人間がですね、農作業してますので、まあ、プロではないというところがちょっとあってですね、まあ、私もちょっと一個ずつ経験していてですね、プロの方に近づけるように努力をしていきたいなとは思っています。で丸4がですね、出庫50日後といったところで、まあ、短周的にはですね、まあ、それなりに取れたというところではありましたのでですね、今後もですね、継続してまあ、先ほど本当に言われた通りですね、しっかり雑草を生やさないその栽培とかですね、をやりながら、しっかりしたお米作りをですね、しながら、またですね、収量も上げながら品質もですね、ちょっと上げながらですね、取り組んでいきたいと思います。はい、私の方は以上です。ありがとうございました。続きましては熊本玄米研究所の浦部長の方に変わります。先ほどご紹介に扱いました熊本玄米研究所の浦でございます。よろしくお願いいたします。まず最初に、先ほどからやってます玄米ペーストの事業というところから説明をさせていただきます。玄米ペーストの事業は、まあ、農村の振興、農業の振興、農村の活性化、玄米で、皆さんの健康をに貢献したいという思いから作られた事業でございます。今回 のテーマであります、多種米の品種水穂力のパン加工についてというところで、説明をさせていただきます。ただほとんどのところがですね、西館様と片岡先生からの話がありまして重複することは、多分にあると思いますが、よろしくお願いいたします。弊社熊本玄米研究所は直営店舗として元気堂という店舗があります。2014年の6月に、玄米パンの専門店米のパン屋元気堂として開店いたしました。大津店にありましたが、この度24年度の1月28日より、熊本玄米研究所の副用工場の前に、オープンすることとなりました。元気堂で作るパンは あくまでも玄米パンであり、副用工場で作るパンはグルテンフリーのパンということで、
分けられるような形になります。グルテンを使うか使わないかというところでのですね、線引きをしております。食用工場におきましては、アレルゲンのですね、28品目すべて持ち込むことができない工場でございまして、FSSC の認証を取り、グルテンフリーの認証の GFCO のですね、承認も取っている工場でございます。次は多州米のみずほ力とは、みずほ力は米粉を作りのために開発された品種で、一般的な食用ウルチ米で作られた米粉に比べて生産適性が高いのが特徴ですと。命名の由来は水田で力を発揮する多州米という意味でございます。みずほ力は排乳組織が粉状質なので、砕けやすく、米粉に加工するのに、澱粉を傷つけないで粒子を細かくできるというパン加工において、ボリュームよく仕上がるという、パンの干し芋もこれがないという水こちからでございます。うるち米よりですね、アミロス含有はやや高いと、一般の主食米よりも約 20% 収量が多いというのが品種でもあります。こちらの工場はですね、弊社の畜養工場の写真でございます。左がですね、お米の保冷庫になって、右側が工場になります。こちらで玄米ペースト、玄米パスタ、玄米ラーメン、玄米パンの製造開発を行っております。これが玄米ペーストでございます。みずほ力はですね、玄米を一晩水につけまして、高速のですね、ミキサーで回しまして、非常に、微粉砕化しまして10ミクロン以下のですね、粒子にするという形で、ございます。製法の特許をですね、取っておりまして、製法特許につきましては後でちょっと説明したいと思います。玄米ペーストの製法活用というところで、上の段が玄米ペーストの製造工程でございます。下が、一般でいう米粉のですね、製造方法でございます。これを見たら分かる通り、ものすごく簡単な製造工程になっております。で、多量のですね、米粉で使う多量の水だとか、そういうものがですね、必要とせずに、簡単にできるというのが特徴でございます。で、弊社は玄米というところにこだわって、栄養価の高い部分ですね、お米の約8割が、無化草と胚芽に含まれていると言われておりますので、それを丸ごと使うということで、もみ殻をですね、取った残りをですね、すべて、粉砕して、ペーストにしてしまうということでございます。約胚乳のですね、92% 以外が栄養価の高い部分になりまして、胚乳のですね、色が白い、白米と同じ 色が白い部分が 92% あるため、ペーストにしても先ほどのように真っ白な状態で玄米と分かりづらいという利点もあります。玄米の欠点であります ぬかしぶというのがありますが、これは弊社が、高速回転して微粉化したペーストをですね、急速凍結することによって空気に触れないように、やって酸化を防止しておりますので、ぬかしぶが出ないというのが一番の特徴でございます。で、消化負担ですかね、消化が悪いというふうに玄米言われますが、
微粒子化していることによってこの辺は克服しているというふうに認識しております。玄米ペーストは2020年の6月18日に含水玄米、玄米粉の玄米粉砕物および含水玄米、粉砕物の製造方法の特許第7308/7825で習得しております。よく言われます、クメテル等のですね、違いというのは、我々の玄米ペーストは、アルファ化してない生のお米の原料でございます。そこが大きな違いだと思います。米粉の食品加工上の、加工特性上の特徴として、よく言われますが、米と小麦の食品加工面での特性の大きな違いはグルテンの有無であるということでございます。グルテンとは小麦に含まれているグリアジニンとグルテニンというタンパク質が水を吸収して網目状に形成するもので、粘りがあり、パンやお菓子作りに欠かせないということで、一方、米粉はグルテンが含有されてないために、米だ、パンなどの空気を含有して膨らますことが非常に難しいと言われております。先ほど言いました、原気道直営店舗は、この玄米ペーストに、グルテンを入れてですね、8割の玄米ペーストに2割の小麦を混ぜて、玄米パンを作っております。で、フランスパンとかですね、その辺の硬いパンにつきましては、小麦粉が玄米ペーストが 36% ぐらいで、あとは小麦を使っているというところでございます。で、100% グルテンフリーのパンですね、一切グルテンを含まないパンは服用工場の方で作っております。で、こちらにも書いてありますが、グルテンの代わりにですね、やはり玄米ペーストに砂糖とかイースト、食塩、植物油と欠かせないのがグルテンの代わりとなる導燃剤と加工澱粉が必要になってくると思っております。この配合が出来上がりの良さをですね、左右するというところで、玄米パンのですね、特徴であります、ちょっと老化してパサパサ感というんですかね、これがどうしてもあったもんですから、2年ぐらいかけてですね、しっとり感のあるパンが昨年ちょっと出来上がって評価されるようになったということでございます。ただですね、清涼様とかですね、そういう特別の塩を作っておりますので、すべてが一種類の形ではなく、いろんな配合でですね、お客様向けにですね、配合を変えて対応しているという部分でございます。はい、これが玄米パンの製造法で簡単でございます。一番上が玄米でございます。洗浄しました玄米、それを一晩水につけたのが下の水の力の玄米です。洗浄後という形、浸積後という形になります。それを高速ミキサーで玄米ペーストにしまして、あと副原料をですね、下の攪拌機で混ぜて、パンの生地を作ります。それを型に入れまして、発酵させて右の上のオーブンで焼成するということの流れになっています。で、焼成したパンをですね、型から取り出して冷却し、袋詰めするという流れで、包装した後に、冷凍保管するということで、360日の賞味期限ということで対応しております。
で、これは出来上がった昨年ですね、2年前から販売しております、玄米パン、キューブと我々は呼んでおります。山形のキューブのパンで6センチのですね、四角い型に入れて、焼き上げて蓋はしておりませんので、山形になっております。これが非常に評価が高かったということで、プレーンとですね、ドライフルーツ3種類、今日は展示場でですね、4種類置いておりますので、見ていただければということでございます。キューブパンにつきましては、大手の EC サイトですね、大手の冷凍食品の会社の EC サイトで販売をやっていただいております。次はですね、丸いパンです。丸パンもグルテンフリーでございまして、プレーンとですね、ドライフルーツ各種、それプラスあんパン、抹茶、小豆とか、この辺の、商品の開発が今終了しております。今後販売をしていきたいというふうに思っております。で、この丸パンのですね、プレーンにつきましては、昨年の12月に、大手の航空会社用のですね、グルテンフリーの機内食で、グルテンフリーの機内食のパンでですね、採用されまして、大手3社のヘアラインのところで販売を今しております。次が青江確保住職といって、暗闇食で有名な住職で、今回ノンアニマルでビーガンのサンドイッチを作っていただけないかということで監修をしていただきましたのがこれでございます。サンドイッチ用の開発ということで、グルテンフリーのパンでございます。で、あとは全て使っている材料が、ノングルテンということでございます。で、下がピザ生地でございます。玄米のピザ生地で、3年前にですね、東京の世界的なスポーツの、祭典があったと思います。その選手村でですね、採用していただいて、かなりの数が 出ました。で、非常に評判が良かったということで、昨年ですね、改良いたしまして、ちょっと砂糖の量を減らしたりとか、厚さを変更したりして、大手のハムメーカーさんに提案して、クリスマスの商戦で、昨年出していただいてます。 EC サイトで出していただいたら、2000枚ほど出ました。非常に評判が良かったということで、今後も継続していきたいというふうに思っております。今後の課題としては、まだまだ生産者のですね、お米によってですね、商品がやはりブレるというんですかね、出来上がりのパンのですね、品質がブレることがまだまだあります。この辺のですね、部分をもう少し現状把握をしながら対応して、配合等をですね、対応できるようにということで、今後はやっていきたいということで、また新たに、食品の方もですね、開発をやっていきたいということで、玄米ペーストの、いろんな業界でですね、使えると思っております。先ほどありましたけど、お好み焼きとかですね、たこ焼き、デザート、アイスクリームですね、これも今福岡のですね、ポーランド短期大学の先生で、北原先生という方がおられます。北原さん先生と一緒にですね、商品の開発を今やっている最中でございます。以上でございます。ご清聴ありがとうございました。